さて新春プロレススペシャル正月お年玉カード異種格闘技戦が始まります。長州力対トム・マギーの一戦、まずは注目の超怪力男トム・マギーが神秘のベールを脱ぎまして日本マットに初登場でございます。どういう表情で現れますか。その強さはすでにカナダマット界で世界最強の男と言われております。果たしてどういうファイトを見せてくれるんでありましょうか。年齢は23歳です。資料によりますと81年のパワーリフティングカナダチャンピオン、82年のパワーリフト世界選手権スーパーヘビー級チャンピオン。さあ出てまいりました、この選手トム・マギー。その他柔道、空手、キックボクシング、体操、水泳、フットボール、陸上とまさにスポーツ万能です。素晴らしい肉体です。トップロープに上がりました。さあどういう風にリングに登場してくるんでしょうか。おお素晴らしい宙返りでリングに登場トム・マギー。いやー素晴らしい跳躍力です。198センチ125キロ、トム・マギーから入場です。異様なムードの異種格闘技戦。年を迎えてそれぞれの選手が俺の年に見せると、俺の年にして見せると張り切っておりますが、中でもさあやってまいりました日本プロレスの総帥長州力は86年は俺たちの時代だと力いっぱいファンに絶叫いたしました。さあ長州力の年頭試合は異種格闘技戦、相手はカナダの鋼鉄超人トム・マギー。さあ長州力、昭和61年をどのように動かしていきますか。全日本プロレスのマットで初めて行われます異種格闘技戦。試合に先立ちまして日本テレビ並びに番組のスポンサーから両選手に今豪華な花束が贈られました。これよりリング上にはロードプレアーズ PWF 会長タチアンミンとして来日しておりますが、異種格闘技戦のメッセージを発表いたします。ロード・ブレアス PWF 会長が今発表がありました通り、放送席にもこの異種格闘技戦のルール要項が参っておりますが、今館内のお客様に知らされます。試合形式は5分10カウントで1分のインターバルを取ります。今リングアナウンサーから簡単な本日のメインイベント異種格闘技戦のルール要項が発表されました。後ほど詳しくお伝えいたします。トム・マギー、さあトム・マギー恐ろしい超怪力男、ハンサムな選手です。61年年頭試合初の異種格闘技戦長州力。さあまず試合が始まる前にルールを発表したいと思いますが、5つの要項が放送席にも参りました。ルールは規制のプロレスルール、それから5分、1ラウンド5分間の10ラウンドマッチ、インターバルは1分、そしてオーバーザトップロープを認めること、さらにセコンドの方はトム・マギーにはミスター・ヒト、それから聴衆側にはアニマル・浜口、そしてレフリーは中立な立場ということでジョー・樋口さん、この5つのルール要項が参りました。さあ竹内さん、はい、全日本マットで初めて行われる異種格闘技戦、ラウンドマッチになりまして、まず5分間の第1ラウンドのゴングを待ちます。さあトム・マギーか長州力か、今第1ラウンド試合開始であります。さあ勝負が始まりましたが、まずこのトム・マギーの印象から竹内さんどうですか。今の動き見てますとね、やっぱキックボクシングをやってたのは本当ですね。あ、そうですね、これ完全にキックボクシングの動きですね。両方の足が高く上がりますね。さあ馬場さん、はい、まずトム・マギーのまず動きですけれども、ご覧のといかがですか。おっとコーナーに落ちてますね。まあね、この非常に力持ちなんですよね、はい、その割にそのこの腹が出てないんですね、はい、大体ウェイトリフターとかそういう人たちはもう力があるって言ったら大体腹が出てるんですけどもね、その腹がないってことはね、非常にいい動きにつながると言いますかね。非常にバランスの取れた体格をしておりますが、
それでは竹内さん、何しろ全日本プロレスの幕途中で初めて行われる異種格闘技戦、この異種格闘技戦という意味からちょっとご説明願いたいと思います。これはですね、プロレスラーがですね、プロレスラーの枠にとらわれず、はい、世界の力自慢、あるいはその実力自慢ですね、これを相手にしてプロレスがいかに強いものかということを試す実際問題の、まあ、下流試合ですね、プロレスの。あ、そうですね。しかも馬場さん、異種格闘技戦で全日本プロレスのマットでは初めてなんですけども、さらにまたラウンド制という、これまた変わってきましたね、ルールが。そうですね。さあ、トム・マギーの動きをファンの皆様がご覧願っておりますけれども、あまりに速い動きについていけないという感じでありますが、さあ果たして竹内さん、トム・マギーはプロレスの技は知っているのかどうか、この辺ですよね。まあね、彼は多少そのレスリングをやろうとして勉強してはいるんですよね、はいはい、ですけどもまだそのレスラーというほどのことは言えませんのでね、はははですからレスリングの技にこだわることなくどんどんやったらいいと思うんですね。なるほど。まあ、カナダのカルガリーでレスラーを数多く育てておりますミスターヒトがセコンドに入っておりますけれども、彼の話を聞きますと、何しろ素材的には素晴らしい男なのでプロレスの飲み込みも非常に早いということを言っておりましたが、竹内さん、やはりプロレスラーとしてはグリーンボーイですよね。ただですね、この力自慢にですね、プロレスの一応色派を教えたというところがやっぱ逆に不気味なわけですよね。あ、なるほど。さあ、長州力がロープに投げ飛ばしますが、さあ体当たりであります、ショルダータックルはできるようだ。もう一回宙返り、おお、ドロップキック、ドロップキック打ちました。長州力を場外に送り出します。僕は反対にそのね、プロレスを教えない方が良かったんじゃないかと思うんですね。プロレスを教えたばっかりにそのプロレスをやろうとしてるような気がするんですよね。なるほど。そうするとね、そのウェイトリフターの世界一というその持ち味が出てこないんですね。先ほど簡単にこのトム・マギーの経歴をご紹介しましたけれども、23歳、81年のパワーリフティングのカナダチャンピオン、パワーリフターです。そして82年のパワーリフト世界選手権スーパーヘビー級チャンピオン、こういうような輝かしい経歴があります。さあ、左の肩に乗せて、さあ長州力をエプロンまで持っていって場外に送り出しました。勝負の方は第1ラウンド3分が経過したところであります。馬場さん、ちょっとお伺いしたいんですが、プロレスラーというのはラウンド制というのはないわけですけれども、感覚的にどうでしょうかね。まあ、そういうのは別にしましてね、やっぱプロレスラーはプロレスの稽古をしてますんでね、ウェイトリフターはウェイトリフティングだけですからね、まあ、各そのスポーツ種類が違いますとね、そのやっぱり自分たちのことしか勉強しませんからね、やっぱり勝負にはならないと思うんですね。僕はやっぱりレスラーはレスリングやレスラーが強いと思いますしね、どんな力があろうともね、ですからまあ、向こうが挑戦してきたんですからね、まあ、これは調子にも先ほど受けたんでしょうけども、馬場さん、私たちはこの格闘技のいわゆるキングオブスポーツというのはプロレス以外にないというふうに固く信じてるんですけれども、その点どうですか。まあ、そうですね、それは一概にね、まあ、僕もそう言いたいですけどもね、やっぱり相撲もありますしボクシングもありますし、みんなやっぱりそれなりにプライドを持って稽古してますんでしょうからね。ただレスリングをやれば レスラーが勝つということはもう間違いなく言えますよね。なるほど。さあ、第1ラウンドはあと15秒で終了です。まあ、僕も今それを期待してるんですがね、これがもし長州が負けたということになると、これはプロレス界の恥ですしね。本当ですね。武さん、プロレス界にといいましては是が非でも勝ってもらいたいところですよね。それは当然ですね、はい、ただルールの中で一つ不気味なのはですね、3番目のオーバーザップロープ、そのロープを最上段からおまけに投げていいというこのルールですね、はい、これがマギーにとってどういうやっぱり効果が怖いですね。そうですね。何しろいわゆるこのウエイトリフティングの感覚で相手を軽々と持ち上げて、ガーッと天井高く持ち上げて場外に送り出す、まあ、投げつけるといいますか、そういうような技は持ってるでしょうからね。これが不気味ですね、まあ、これがね、長州がね、やっぱこうやってね、相手をねじ捨ててね、やっていくのがね、一番無難だと思いますし、ね、やっぱこれがレスラーの本領ですしね、はい、こうやっていくのが一番いいと思いますね。まだ技が続いておりますけれども、第1ラウンドのゴングが鳴りましたので、ゴングが鳴った時点で技はそこまでで休止という形になるわけであります。さあ、初めて行われますラウンド制で行われる異種格闘技戦ですけれども、第1ラウンドが終了しました。さて、勝負の方は第2ラウンドに入ります。ボクシングの、まあ、試合展開と違いまして、まあ、判定ポイント制ではありませんので、放送席の方もポイントがつけようがありません。
勝負が決着がつくまでやる、いわゆる完全決着のラウンドマッチであります。この後蹴りを入れてまいりました。左の足、長いキックです。足がないし長いですからね、竹内さん。それとですね、何が出てくるか分からないのが不気味ですよね。そうですね、そうですね、まあ、こうやってね、はい、やっぱりあんまりレスリングでない技というものを使った方がね、投げには有利だと思うんですね、はい。まあ、馬場さん、試合前に長州力も本当にどういう試合展開なのか考えても分からないし、出たとこ勝負だということをはっきり言ってますね。そうですね、でもまあ、このね、ウェイトリフターにして動きが本当に素晴らしいですね、はい。まあ、ウェイターレフターですから、その上腕の筋肉、それから肩の力というのはもう当たり前のことなんですけれども、ウェイトリフティングは竹内さん、足の強さ、それから腰の強さも必要とされますのでね。当然そうですね、ですから腰から足をかけて非常に筋肉ついてますよね。そうですね、体が柔らかいですね、馬場さん。そうですね、それがね、腹に贅肉がないということはね、はい、その柔らかさにつながっているんですよね。まさに上半身の肉体というのはアトロのようで非常に美しい感じがいたします。トム・マギー、ちょっと彼の上半身をメジャーで測ってまいりましたのでご紹介いたしますと、腕が53センチ、それから胸囲が1メーター42、太いですね、すごいですね。それから、腰のあたり、ウエストが非常に細く見えるんですけれども、ウエストが83センチ、太ももが76センチ、立派な体格、非常にバランスのいい肉体であります、トム・マギー。さあ、グラウンドでの展開になってまいりました。こういう展開になりますと、馬場さん、やはり長州のもんでしょうね。いや、今力比べに行ったらですね、やっぱり負けますよね。あ、そうですか。こういう技をね、相手の力を利用して投げるというのがこれレスラーの心情ですからね。下から潜り込んでさそり固め、長州力得意のスコーピオンデスロック、もちろんトンマギーはこの恐怖の技初めて受けるわけですけれども、果たしてディフェンスができるかどうかであります。馬場さん、一つ攻撃の面、トム・マギー大体掴めましたけれども、まあ、プロレスラーではありませんのでディフェンス、防御という点ちょっと説明願いたいんですが。そうでしょう、これはもうマルコの会議には経験のないことでしょうからね、はい。守りは果たしてどうでしょうか。竹内さん、どうご覧になってますか、今の誘い方。これをですね、腕立てでかわせるかどうかですかね。かわしておりますけれども、あ、今ほどけましたね、今ほどけました。長州力対トム・マギーの異種格闘技戦、第2ラウンドに入っているところです。セコンドの、おっと、セコンド同士がちょっと言い合い、アニマル浜口とミスター人でやります。何しろミスター人が懸命にこのトム・マギーにプロレスを教え込んでいます。なかなか強いぞという話でした。さあ、下から飛び込んだ長州力、まだ迷いがあるかどうか。しかしプロレスではもちろんトップを取っている長州力としては、このトム・マギーあたり一周したいところでありましょう。そうですね、長州としてはこういうやっぱりプロレスの技で相手を攻める、相手を立たせないということですね、はい。さあ、サソリ地獄へ誘い込もうという長州力であります。まあ、馬場さん、長州力は去年全日本プロレスのマット上に出てきて1年間あっという間に終わりましたけれども、今年はどうでしょうか、正念場の86年というふうに言ってよろしいんでしょうか。そうですね、去年1年のいろんな戦いがですね、やっぱり、はい、ジャンボなり、トンボなり、木村なり、原なり、こうつながってきましたんでね、今年のやっぱり見物だと思いますがね。そうですか、馬場さん、重ねて お聞きしますけれども、1年を振り返るとやはりジャンボ鶴田戦が一つの頂点だったと言えるかと思いますが、今年こそは決着をつける年、こう考えてよろしいですか。そうですね、お互いにそう思ってますでしょうからね、はい。鶴田だけではありませんね、天竜がいますよね。そうですよね、そして外人軍団では竹内さん、やはり最初の目標というのはスタンハンセンですかね。当然ハンセン、それからリックフレア、リックマーセル、この辺りですよね。そうね。さあ、第2ラウンドもあと時間が残り少なくなってまいりました。組み投げでいいポジションを取ります、長州力。長州こうやってやっぱレスリング技で攻めていきますとね、やっぱり相手が、はい、立たないですよね、まだまだ何しろ1ラウンド5分間の10ラウンドマッチ、まだまだ序盤戦、第2ラウンドを今お送りしているわけですけれども、どうでしょうか、流れとしてはグラウンドでの展開に竹内さんなりつつありますね。そうですね、これも、やっぱ長州力はマギーのスタミナをまず奪っているということですね。そうですね、まもなく第2ラウンドが、終わりそうでありますが、果たしてこのラウンドで決着がつくかどうか、ねちっこい両選手の攻撃。今第2ラウンドのゴングが鳴りました。ポイント制ではありませんので、あえて放送席はポイントをお伝えいたしません。
さて勝負の方は異種格闘技戦長州力対トンマギーの一戦、第3ラウンドをまもなく迎えようとしております。よっしゃ馬場さん、1ラウンド2ラウンドご覧になってどうですか。まあ、1ラウンドはねマギーの方がよく攻めたと思いますが、2ラウンドはやっぱりレスリング寝技に入ってる長州なんですよね。はい、さあ足を使ってまいりました。キックボクシングのキャリアはハイスクール高校時代からやっているというトム・マギー。さあロープに力で押し付けていきました。さあ長州力がどういうような挽回策を用いてまいりますか。さあロープを背にいたしました長州力、黒いトランクス赤いトランクスが踊ります。さあおっとおっと、これはプロレスの技ですね。これはベアハグ、これはもうやっぱり世界一の力持ちですからね。そうですね、もう昔三丸ちのはこれ得意でね、はい、もうこれは本当に今のきついんですよ、はい、でもよく長州が顎を押さえてね、おっと今度はおっと今度は何でしょうか。あ、パイルドライバーに来るんですよ。ツームストーンスタイルのパイルドライバーですね。竹内さん、いい技を持ってたんですね、これは意外な技。長州力カウント2まで受けてしまいました。いやー、ベアハグからツームストーンのパイルドライバー、こういう技があるとは思いませんでしたね。本当でしたね。レスリングもできるようだとトムマギー。さあ長州がちょっと苦しい表情になりました。長州追い込まれました。トムマギーとしてはチャンスであります。さあロープに釘付け、もう一回飛び上がってトップロープからまたトンボを切った。正面を抜いたラリアット、相打ち覚えた。トムマギーが先に出したラリアット、リキラリアットの命中、しかし相打ちです。さあ長州でもトムマギーもよく受け身を取ってますよね。はい、リチラリアットの攻めでいった。ここでリチラリアットを命中、トムマギーダウン。さあ抑え込んだカウント、カウント2、ここがウェイトリフティングをやっておりました。長州力110キロを軽々と持ち上げた。もう一回リチラリアット連続して打ちまくります。さあこれで、さあこれで長州力はまだカバーに来ません。もう一回引き上げるロープに飛んだぞ。勝負がつきました。第3ラウンド2分13秒一式格闘技戦中継のトムマギーの得意のリキラリアットで打ち破りました。トムさんいかがでした。いや、いい試合だったと思いますね。でも、マギーがね非常に綺麗に試合をしたことにね、はい、我々に好感が持てると思うんですね。はは、負けはしましたけどもね、しかし、ウェイトリフターがねこのリングの中に入ってレスラーと勝負をしたってね、これはやっぱりリングの、うん、毎日リングの中でやってる選手の方が強いに大体決まってますよね。あ、そうでしょうね、ですからね、よっぽどでなきゃ、はい、レスラーが負けることはないというふうにさっき申し上げましたけども、はい、その通りになりましたね。やはり竹内さん、プロレスラーはキングオブスポーツですね。はい、強いですね。本当ですね。しかしマギーもよく検討しましたね。そうですね、全日本プロレスのマットで初めて行われました長州力対トム・マギーの異種格闘技戦、結果は第3ラウンド2分13秒、長州力見事なリキラリアットを連発させまして異種格闘技の相手トム・マギーを打ち破りました。